ちまきやの G2 プリスト。はい、ちまきやです。はい、もかぴんです。今回もですね、前回に引き続き SJJF の全日本2020からキッズの試合女子編をお送りしたいと思います。はい、橋本欽也の G2 プリスト。この番組は株式会社メンディレロ、金属工事柔術一式一徹、イサミラスコンチャス以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。前回に引き続き、11月8日駒沢オリンピック公園体育館で行われた SJJJF 全日本選手権2020キッズ女子の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。はい、今回もですね、前回に引き続き一本勝ちの試合が非常に多いのでサクッと見れると思いますので、こちらの方お楽しみしてください。はい、 VTR スタート。はい、女子ユースハイイロービーライトフェザー1回戦、諏訪優希対大村環奈です。はい、今下になっている黒い道着が諏訪優希、エクストリームエビナです。はい、インサイトガードにいるのが大村環奈、カルペディウムですね。はい、うん、さあ、大村ファミリーのね、この女の子、はい、三女ですね、大村環奈です。長女リノ、次女がレイヤ、三女がこの環奈ですね。このね、環奈もね、非常に、はい、成長度合いが早いですね。前はもうほんとちっちゃかったんですけど、今もう結構大きくなってますね。子供はね、半年1年見ないとね、成長してますので、親戚のおじちゃんみたいな感じ。そうですね大村ファミリー頑張ってますよ。はい、さあ、引き込んでいきました。はい、これはポイントです。そして三角、はい、これ三角しっかり入りましたね。さあ、そして自分の足を引きつけての三角締め、相手の頭引いちゃいけないですね、このキッズの試合は。なので、しっかりと自分の足を抱えて三角締めを決めようというところですが、ちょっと決まりが浅いか。諏訪優希もね、ディフェンスしてますよ。はい、あ、さあ、どうでしょうか、この腕。さあ、この三角の決まり具合はどうでしょうか。はい、さあ、まだ三角の形はキープしてますね。はい、さあ、まだ三角にこだわる大村環奈。さあ、でも腕も、さあ、そして腕十字、やっぱ三角からの腕十字はね、はい、決まりやすいですね。はい、女子ユースハイイロービーライトフェザー1回戦、吉村千奈対佐藤美子です。はい、青い道着が吉村千奈、はい、白い道着が佐藤美子、吉村はエクソリム海老名です、佐藤はアクシス。さあ、そしてもうこの腕十字、はい、あ、1本秒殺ですね。はい、はい、吉村千奈も非常に決めが早かった。はい、女子ユースハイロビライトフェザー決勝戦、吉村千奈対大村環奈です。はい、先ほどね、一本勝ちした者同士の決勝戦、はい、青い道着吉村千奈、エクストリーム海老名、白い道着は大村環奈、はい、カルペディウムですね。さあ、引き込んで攻めていったこの吉村千奈、まだ三角からの腕十字をうまく返していきますね。さあ、三角からの腕十字また行く、そしてこれを潰そうというところ、けどまだね、捉えてますよ。あ、そしてパスガード、吉村ガードいいですね。さあ、そしてまだ腕十字だ、うまい、どんどん仕掛けていって決めました。吉村千奈、2試合連続の一本勝ちで優勝です。はい、アクティブです。はい、はい、女子プレティーン黄色帯ライトフェザー決勝戦、高橋2位の対大村玲也です。はい、大村玲也が引き込んで下になりましたね。はい、白い道着、上になっているのが高橋2位のアクシスです。高橋2位はね、本来はね、ルースターなんですけども、うん、今大会は相手がいないということで階級を上げていきました。はい、さあ、このね、大村玲也、ガードからね、ガンガン
襟と袖を持ってアタックしてます。そしてそれをうまくバランスを取って離れていこうという高橋新奈ですね、はいはい、そして三角だ、はい、大村ファミリー三角うまいですね、はい、さあ三角をしっかりと入って腕を流していく、はい、三角から上を取って、はい、いきました。そして腕を流して一本、はい、一本勝ちで決めました大村レイヤー。やっぱちょっとこうなると体格差ありますかね、はい、女子ユースハイロビライトフェザー決勝戦、高本珠緒対千葉七瀬です。はい、高本珠緒、はい、高本道場、高本博一の娘ですね、はい、さあどうでしょうか、高本珠緒、高本ファミリーのね、次女ですかね、うん、さあ今上からねしっかりとプレッシャーをかけて、はい、パスしていこうというところを下から腕十字を取っていくのが千葉七穂ですね、うん、千葉七穂は副総理の海老名、高本珠緒はもちろん高本道場の所属ですね。さあこのパスガードもいい動きをしてますよ。さあ足を流していく、足を流していく、はい、さあ抑え込んでいきました。さあしっかりと胸と胸を合わせてパスガード、はい、そしてそこからマウント、マウントまでいきましたね。ポイントが、はい、ポイントがどんどん加算されていきます、はい、さあマウントポジション、さあしっかりと相手の上半身を固めていったんですけど、ちょっとその分下半身が緩くなってハーフガードになりましたね、はい、千葉七穂ここからちょっとスイープとかいければいいんですけども、どうでしょうか、うん、さあそしてまたパスしましたね、はい、ということで3ポイントが追加されました。さあ高本珠緒、やっぱトップポジションからのね攻めがしっかりといいですよね。同銀もしっかりと高本と、はい、高本ファミリーみんなね、はい、父ちゃんもそうですし息子、はい、娘たちもねみんな充実やって頑張ってますよ、はい、さあそしてマウントポジション、はい、さあマウントまで行きました。どうでしょうかこの形、さあちょっと千葉七穂ね、うん、ちょっとまずはマウントを回避したいところなんですけども、ちょっとねポジションがね回復できない。さあ足をまずは1本入れてハーフにしたい。はい。おでも。さあその形からの腕十字だ。はい。さあこの腕十字決めきれるかどうか、うん。ちょっとバランスが崩れてしまったか。はい、さあどうだ。いけるか。はい。はい、ここで決めましたね。腕十字で1本勝ち。はい、高本珠緒さすがですね。はい、女子ジュニアティーン黄色帯ライト決勝戦、秋田美咲対藤川アビアです。はい、出てきましたよ、アラバンカのね女子のエース、はい、秋田美咲ですね。はい、秋田美咲はね非常に今アクティブにね試合も出て、うん、いい成績を残しております。はい、2019年のね SJJF の全日本のチャンピオンでもありますからね。さあ対するは藤川アビア、全道会小金井道場ですね。全道会はもともと空手の道場なんですけども、はい、総合格闘技にも進出してまして、でそこで柔術も指導しているという形ですね、はい、藤川アビア、ちょっと下になってねパスされてしまいましたが、さあ秋元のね上からのプレッシャー非常にねいいですからね。やっぱね秋田美咲は柔道をやってたので、フィジカルが非常に優れてます、はい、そしてね決めがね非常に強いんで、うん、さあもうマウントまで行きましたよ、はい、さあしっかりとマウントポジションを取りました、はい、さあ秋田美咲この状態マウントポジションから何を狙うと、そして腕十字だ、この仕掛けが早い、あ、はい、これうまくね返しましたね、はい、さあそしてクローズドガードです。さあクローズドからのヒップスロー、そう、そしてまた腕十字ですね、相手の上腕をね
蹴ってクラッチを切ろうというところ、はい、さあどうだ、あおっと藤川もね、はい、かなり耐えたんですけども、はい、クラッチ切れてしまいました。秋田美咲一本勝ちで優勝、はい、SLTF の全日本2連覇達成です。はい、ジョスティンオレンジ帯フェザー決勝戦、吉永愛対木村優奈です。はい、この2人はね、はい、過去幾度となく戦っております、はい、この吉永愛パレストラ岐阜のね、はい、キッズ部門のエースですよ、はい、そして木村優奈、ね、雷神にも出ました、はい、非常に注目度の高い選手、はい、この、ね、配信の無観客大会 KIT01 でも試合をして、はい、その時は延長戦で吉永愛が勝ちましたね。非常にね、競ったいい試合をしました。さあ今回はどうでしょうか。今のところね、吉永は非常に戦績ではリードしてるんですけども、はい、木村優奈もね、成長著しいところ、そしてね、チームメイト秋田美咲もね、活躍してますから、そこらでね、バチッと頑張ってほしいところなんですけども、はい、さあ今上になっているのが吉永愛。このパレスタラのね、パッチ付きの道着がいいですよね、はい、吉永姉妹はね、非常にアクティブに試合やってますよね、うん、東京まで出てきて。吉永愛、吉永さくら、この吉永姉妹、はい、さあ、フィリストでもよく出てます。そうですねもう本当に、ね、この吉永姉妹はね、はい、キッズの時から試合映像がいっぱい残ってるので、はい、将来ねスター選手になった時にはね、そういった映像が資料的価値を、はい、残せるんじゃないでしょうか、うんうん、さあどうでしょう、これがどう、はい、これでもさあニンザベリー、逆ニンザベリーですね、これでポイントにはなりません、はい、さあパスガード入りましたね、うん、しっかりと抑え込みました、はい、非常に強い、うん、力強い寝技をしてますね、はい、さあ木村もちょっとね抑え込まれてしまうとしんどいので逃げたいところ。さあ帯をね引きつけてますよ、しっかり。はい、どうでしょうか、この形。お、忍者ベリー、忍者ベリー、はい、さあ忍者ベリーからマウントいけるかどうか。おうん、またもやね、ノーサウスポジションで抑え込んでますね、はい、さあしっかりとサイドポジション、うん、木村優奈はね、まずはねちょっと足を一本戻したいですよね、はい、おっと、これマウントはどうだ、これマウントはどうだ、あけどマウントはねちゃんとポイント入る前にエスケープしましたね、はい、さあここで今いけるぞ、おいいですね、ガード戻しましたよ、はい、さあここからガードだ、木村のガードはね非常に強いので、うん、さあこの腕十字どうですか、はあ、ディフェンスしましたね、はい、あけどちょっとこれでポジションの入れ替えがあるか、はい、木村上を取ってもいいですね、上を取ってもいいですが、ちょっと決めにこだわっているか、はい、うん、そうですね、足をどかして上を行きたい、まずは上を取った方がいいのかどうか、ちょっとここまで行くと立てないですね、足を取られてしまうと、はい、あわやの場面を作りましたがポジションは変わらず、はい、今ちょっと両者ダブルガード状態ですかね、うん、はい、ということでタイムアップ5対0、5対0で吉永愛勝利、はい、はい、キッズ女子の試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、最後に紹介した吉永愛対木村優奈のね、もう名勝負風歌というか、もう非常に過去からね激戦を繰り広げている2人の試合、非常に見応えがありました。それ以外にもね、いい試合一本で決まった試合ばっかりだったので、これはね見応えがあったと思います。はい、 CM です。柔術プリースト、
ジュースプリストのセレクション、イエーイ。はい、このコーナーはおすすめ商品や新商品を紹介するコーナーです。今日も東京いそみの北野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどのような商品でしょうか。はい、今回紹介するのは、はい、リバーサルのラッシュガードです。はい、はい、こちらコンティモデルの、はい、ポッシビリティというテーマが、はいはい、あるんですけど、はい、こちらのラッシュガードになります。はい、はい、デザインはですね、はい、こちらの後ろが、はい、共通しているデザイン、こちらの山のデザインで、はい、綺麗なグラデーションが特徴的なんですけど、はい、こちらが背中に入ってます。はい、じゃあ表の方は、はい、シンプルで、はい、胸の方に、うんうんうん、そうですね、文字とかロゴが入ってて、はい、こちら肩ですね、はい、肩にワンポイントで入ってます。はいはい、こちらですね、サイズが S サイズから XL サイズありますので、はい、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今回は SJJJF 全日本選手権2020キッズ女子の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。前回が男子、今回が女子ということでね、2回に分けて SJJF の全日本のキッズの試合の数々見ていただきました。そしてこのね、SJJJF はですね、2021年度4月18日に行われる大会からこの呪術甲子園というね、キッズの試合を対象とした新企画をスタートさせます。このね、呪術甲子園、非常に注目度が高い大会になっておりますので、この試合の数々もジュースプリストの方で配信していきます。そちらの方もお楽しみにしてください。はい、下田県の呪術プリスト、この番組は株式会社メンディネロ、金属工事、呪術一式一節、イソミラスコンチャス、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本キアのジュースプリスト、また来週お目にかかりたいと思います。さよなら。さよなら。